うございます。すいません遅くなっちゃいました。いえ、びっくりした。ここカルチャです。あそんな時期だと思いませんか。ここカルチャの時期ですね。はい、はい、そんな時期だと思うんですけど、どうですか最近なんかいろいろハマってることあります？言わないですよ何を熱中してるか。何行きましょう行きましょう。どんな、なんか練習してるのあります？練習してることですか。ギターの練習をしてます。もう一回言って。ギターの練習してます。ギターの練習してる、なるほどね。そんな大谷理香子、はい、リコピンの検証テーマ、本当に普段からギターを触っているのか。ギターの練習をしているなら、はい、高級なエレキギターを当てられるんじゃないかと。おお、エレキの方ですね。エレキです。触ってみてもいいですよ。いいんですか。はい。あー、わかんない。わかんねー。あ、ピリッとした。そらな、ここに置いてるやつ全部いいわな。触り心地、その音だったりとかでいいなと思ったんですか。これです。あ、それめっちゃ音良くないですか。確かに。これだってエレキやのにアコギみたいな。エレアコですかね。ですね。エレアコはちょっと高そうなイメージあります。あら、なるほど。あー、分かんないなー。うわ、いや、地味にもしかしたらこれが一番いいかも。うわー、さあ、そうそう、行きましょうか。普段から触ってるんだったら分かりますよね。一番高いのは2番です。パッと見からして高そう。あ、パッと見分かるんですね。やっぱ普段からギター練習してると。ギター練習してるのと高いの見分けられるのは分かんないんですけど、はい、なんか鳥さんいますよここら辺に。あ、なるほど。そういう装飾もポイントになるんじゃないかと、はい、正解は2番。イエーイ。やったー。でもよかったですね。普段からなんとなくそのギター触ってるっていうのが伝わって、はい、まあ、ここでビジネスギタリストみたいな感じ。いやいや、誰がビジネスギタリスト言ってたんですか。それ誰が言ってたんですか。なんかね、ちょっとギター練習してます風を装ってます。いやいや、本当に練習してますから。あ、本当ですか。よかったですね。これいつ流れるんですか。これは1月末に、あの、まだまだじゃないですか。ここ会長、早く流してください。じゃあ、ちょっとあんまりあの当てちゃって面白くないんで、お疲れ様でした。なんでですか。すいません、すいません、ありがとうございました。お疲れ様です。